全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞。また全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜では連盟理事長賞を受賞しました。毎日全員参加を目標として活動しています。また地域の方に日頃の感謝の気持ちを伝えるということをテーマに年に2回の地域清掃を行っています。今日は見てくださっている方々に少しでも明るく元気になっていただけるよう部員